織田敏弘は、室町時代後期の武将。室町幕府の官僚芝氏の家臣。尾張国上四軍の守護代。通称は四次郎。神は、兵庫助、伊勢守。織田伊勢守家の祖とされる。また、いとこの織田久弘と同一人物という説がある。芝氏の悲観である織田氏の一族。敏弘の家系は、もともとは、尾張の守護代を世襲して、 小田氏の僧侶家の立場にあった。かき元年、父とされる先代の守護代、小田郷宏氏が自社領、本所領を横領して蓄典したため、翌かき二2年頃には、郷宏氏に代わり、久し広が、終わり守護代となったとされる。八大将軍、足利義政の乳今参り局の介入で、郷宏氏が再任を図ろうとしたため、法徳3年頃、主家、柴氏に命じられ、 越前国で、郷宏氏を自害に追い込んだという。文章元年、年広の娘と婚約していたと言われる、三名入道の妖精で、年広は弟、黄巾と共に上落している。翌応仁元年、応仁の乱が起こると官僚で、終わり種後、柴吉門と共に西軍に属し、柴吉都を擁立して東軍に属した、文家の織田山と守屋当主の織田里佐田と対立する。 文明7年11月、京都から主君、吉門を伴って、尾張へ下国し、尾張中島軍にある尾張守護所の下津城に入城した。この頃、尾張守護代となったとされる。翌文明8年、学府である美濃国の斉藤明鎮の協力を得て、清須法と戦うが敗れた。この際に、下津城は落城したため、山田軍の国府軍へと逃れた。しかし、後に、 年広が巻き返して、山と守る家の勢力を尾張から一時的に追放する。文明10年、室町幕府は年広を更迭し、新たな尾張守護代に貧亭を任じて、吉門と共に、お出し着流であった年広は、京都とされた。そして同年の10月12日、尾張に下校した貧亭に、尾張春すがい軍にある、新たに守護所が置かれた巨城機四城を奪取された。 12月、再び、明鎮の後ろ盾を得て、年広は、清洲城奪還に乗り出し、便亭と戦って、清洲城を囲むが、再三の幕府の介入で、清洲城を断念して清洲方と和睦した。これにより、尾張を分割することになり、羽栗軍、羽軍と山田軍の大半と春日井軍、海西郡と名古屋を除く愛知軍を安堵され、山と守る家との共同統治となった。 あとに、尾張上四軍を支配する守護大となっている。翌文明十一年、美濃に近い尾張和軍に岩倉城を築城し、岩倉城を居城とした。二年後の文明十三年三月、山と守る家との和睦が崩れ、清塚方と戦って敗れた後病死。家徳は弟、黄金の子で養子の千代阿社丸が継いで、岩倉を出しとして続いた。ありがとうございます。